その書体っていうのをこと自体実体っていうね、あるいは神でもいいんですよ。神があるから神の詩があるわけですよね。要するにそういう意味ではね。で、さっき言ったその日野足系のね、その兵隊ではなかった、確かにね、戦後の日本は。しかしね、ある意味やっぱり非常に近代人ですよ。例えば、それに代わりにして何の批判があったかっていうと、経済成長ですよ。会社ですよね。つまり、会社っていうものに忠誠を尽くすというね。つまり会社人間っていう、まあ日本型経営法ってね、まあああいうふうな形でのね、やっぱり近代的人間像っていうのは、やっぱり戦後ずっとあったと思うんですよ。要するに。で、これがね、やっぱりね、まあその、本当に崩れたし、まあいろんなその理由で崩れたんだけど、そういう意味では近代的人間観とか、うん、そういう意味での、もう含めたね、その枠組みだよね。だから、画面があるから非常にそれは意識してると思うし、浅田彰は確かにそのスピード人間って随分前に言った。で、その通りだけども、あれはまだやっぱりポストモダンって思想なんですよ。そうだね、思想として、まあ言ってたわけで。たださ、浅田がやっぱり利口だと思うのはさ、うん、そのタイプ分けがね、うん、パラノとスピードでしょ、うん、どっちもさ、精神の病ですよ、うんうんうん、ね、健全なるものじゃないわけですよ、うんうんうん、ネガティブなる病をね、うんうん、見出しとしてさ、キャッチフレーズとして使ったっていうのは浅田の見事なところでさ、うんうん、実際ね、その少年犯罪なんか見てるとさ、うんうん、そういう色素的なね、分裂病的な、うん、あるいは乖離性同一障害的な、うん、その犯罪ってのがさ、どんどん増えてきてるわけじゃないですか、うん、で、それはね、パラノはパラノでさ、うん、抑圧があるからね、うん、大変ですよ、うん、で、しかしね、批判による抑圧なしにね、人間がその快適な社会を作れるかどうかっていうのは、これはまた大問題でね、うんうん、色素的人間で溢れ出したらね、これ収拾つかないですよ、うんうん、まあ、ちょっとだいぶ先の方にずれちゃってるんですけどね、私はまた戻らせていただきたいんですけどね、第一次戦後派を、まあ、考えてみると、ものすごくバリエーションがあるわけでしょ、三島由紀夫も入ってますし、中村新一郎も入ってる、で武田大臣も、野間博士も篠宮、その人たちはもうむしろ本当に正反対のような人たちもまだ入ってると思うんですよ。でそれがなんで第一次戦後派と言われたかと言ったときに、やっぱり先ほどのね、井口さんのやっぱり解釈というのはとても重要だと思うんですよね。つまり天候とかマルキシズムとか天皇制とか、あれ敗戦とか、そういったものを含めてそこに投げ出されてしまった人間がどういうふうにやっぱりそこでもってある種の足場、それなりをね、得るかという、その投げ出され方 の深さみたいなところに第一次戦後派が位置づけられるとすればね、それは私も本当にそういう捉え方がね、私は正しいと思うんですよ。そこまでやっぱりなかなか幅広く捉えた方はいなかったと思うんですけどね、本当に私も深く納得したんですけれども、でそれがね、現在のこの状況の中で、まあ、ポストモダニズムっていうのは私もよくわからないんですけどもね、やはりパソコンだとか、人間がどん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 一つの数字化されていって、分析されちゃう、分解されちゃうと思うんですよね、この時代が。で、そういうところに新しい何かを、一つの秩序を求めるとしたら、そこにやっぱり戦後派の何か一つの、投げ出された状況の中での一つの何かを希求するというものがね、やっぱりこういう時にこそ何かこう一つの足場を得てくるんじゃないかなと思うんですよ。もうそういうどんどんどん人間解体とされていってバラバラにされていくというこの状況はもう抜き差しならないところまで私は来てると思うんですよね。でそこでね、やっぱり何かその新しい一つの視点の得方として第一次戦後派なんかの考え抜いたことがね、非常に有力な何かにヒントになっていくんじゃないかなと思うんですけども、その点はいかがでしょうか。それはその通りだと思うし、僕、自身もそういうふうに 思いたいんですけどね、ただやっぱり分解っていうことが、なんていうのかな、まあ、さっきから言ったポストモダニズム、ポストモダニズム状況っていうのは足場を作るとかね、一つの秩序を再編するとか、
その分解からあのコスモスへ秩序へっていう、おそらくそういう普遍的なさっきから繰り返しですけど、ものへの回帰っていうか再発見っていうのではないね。やっぱり今状況なんじゃないかと思うんですよ。でこれはやっぱりその認めざるを得ないことじゃないかと、うん、じゃあ逆に矛盾するようなんだけど、うん、その戦後派の評価とね、うん、じゃあそこから逆にここに入ってみましょうか、うん、この金谷さんのね、うん、それ世界この世界をどう変えるのかとか世界史のこととかありますからね、うんうん、だからここで来て、うん、じゃあこの世界的な何かというのをね、うん、その我々がそこに想定することによって、うん、果たしてそれがまあ可能なのかっていう、うん、まあ、ポストモダニズムの行き詰まりを何つか超えるものとしてね、うん、そういう方向が可能なのかどうかということを、まあ、この本の批評を交えながらどうですか、うん、進めていったら、ね、だから僕ポストモダニズムっていうのがね、あの行き詰まりとは思ってないんですよ、うん、つまり行き詰まりって思うこと自体が一つのモダニズム、うん、近代、我々あまりにも近代人なんですよ、うん、要するに、はい、三島由紀夫もそうだったけども、はい、強烈な近代人なんですよ。だけどね、今状況的にはあらゆる面でポストモダニズムなんですよ。で金谷さんのこの本は基本的にもうそこの地軸がね違ってる。つまりこれは古代的な社会その、うん、における交換関係ですよね、がまず書かれてて、それからいわゆる、ローマ帝国とかオスマントルコのような帝国、いわゆる帝国時代の資本の交換関係、それからいわゆる19世紀以降の帝国主義時代と、それから、まあ、から始まる、まあ、現在のまでのもの、そして第4番目に実は最初のその贈与っていう関係にあったような古代的村社会的部落的なものをさらにその遠い形で回復するもう一つ の新たな交換関係としての未来っていうものですよね。まあ、これは完全にポストマルクシズムっていうかいうものだと思うけども、でこの構図自体がやっぱり一つの進化論ですよ。近代的な発想の進化論 だし、そのマルクシズムともちろん違うけれども、うん、違うけれどもやっぱり理想があって真理があって普遍があってそこに向かって世界を構築しよう、あるいはそのこういう運動を展開しよう、まあ、この場合はアソシエーショニズムの実践運動というよりは言葉によって世界史の構造をもう一回編み替えることで新たな可能性を求めようっていうね。そしてですから関東出てくるわけじゃないですか。関東っていうのは基本もう典型的な近代的人間像ですよね、うん、軸にあるいは理性とか、うん、っていうのを軸にしてるっていう、これはまさに近代の原点だし出発点だし、うん、深さだと思うんですよね。だからそこにやっぱりもう一回立脚して、世界平和、平和論、関東の平和論なんかを例えば現実の国連なんかでどういうふうに実現していくのかっていう実践問題とリンクしていこうっていう、非常によくわかりますけどね、この発想そのものがもう近代主義、典型的な近代主義での一番最後のなんか姿のようなね、ですからそのそういう感じがするんですよ。だからその三部この構成でいくと目次でいうとね、まあ序文があってそのミニ世界システム第1部がね、うん、氏族社会とかですねのものですよね。で第2部が世界帝国ですよね、さっき言ったローマ帝国からオスマントルコに、それから第3部が近代世界、帝国主義とグローバリズムを含んだですね。この3部はね非常にまあある意味過去のことだから非常によく分析されてるし、それから教科書的にも鋭いし非常に面白いですよ。特に第3部の近代世界システムっていうのはなるほどそうかと読めるんですよ。ところが第4部と現在と未来っていうふうになると世界共和国へっていうね、だと途端にねやっぱりこう宙に浮いてるような感じがする。だからね世界はね近代世界っていうのはこの第3部で終わってるんですよ。